サルさんですね。お願いします。お願いします。はい、行きましょう。ありがとうございます。こちらの動画です。お手数料いただけたらと思います。はい、ありがとうございます。ポイントをそれぞれお伺いしたいです。愛さんからお願いします。はい、そうですね。私はデニムがすごく大好きなので、今回はこの靴とシューズとこのバッグでデニムのコーデで揃えてみました。すごくワンピースにも合いますし、パンツコーデにも合わせやすい、洗練されたデザインだと思います。ありがとうございます。じゃあお願いします。今日はこの春っぽいデニムコーデのセットアップを目指して、白が際立つようなファッションを意識しました。実際に今日着てみて感想をぜひお伺いしたいと思います。愛さんからお願いします。はい、そうですね。やっぱりすごくチャールズ&キースらしい、すごくシックで、なんかこうナチュラルなんですけど、すごくこう洗練された綺麗な雰囲気っていうのが、とても入った瞬間に心がワクワクしました。はい、今日新しいこの新店舗のチャール&キースに来て、すごくこう白でエレガントな雰囲気で、またこうシンプルかつ上品な雰囲気がとても素敵だなと思いました。ありがとうございます。ではお二方がこの春に新しくチャレンジしてみたいことがあればぜひお伺いしたいです。愛さんからお願いします。私は今年で大学を卒業して新社会人になるので、今まではすごいカラフルな色のワンピースだったりとか色物がすごく大好きだったんですけど、これからはこのチャールズ&キースみたいなすごく大人っぽくて自立した女性っていうものもすごく見せられるようなシックでシンプルなかっこいい服装コーディネートをこれからたくさん挑戦していきたいと思います。私も春から大学生になるんですけど、今までは春といえばピンクのコーデだったり白とかを着ていたんですけど、私はちょっと大人っぽいファッションで、デニムだったり青を基調した大人っぽい雰囲気のファッションに挑戦したいなと思っています。ありがとうございました。以上となります。どうもありがとうございます。